ご案内いたします。ちょっと行く経路がですね、基地とかあるもので、頭とか気をつけていただきたいのと、途中ちょっと天井高い部分がございますので、なるべく早歩きでお願いいたします。じゃあ足元、頭お気をつけください。 この壁の中にですね、鉄製のサポートが32本立ってございます。そのサポートだけでも、持ちこたえられるんですが、コンクリートで、ザクツ止めというような感じで、コンクリートを打ちました。で、こちらは高さが8メートル、幅13メートル、奥行きが原子炉丸くなってますので、下が1メートル、上が6メートルぐらいの、そういった厚さになってます。で、3ヶ月かけて構築いたしました。 これ、ダクトになっているので、これ爆発の影響です。どうしてもダクト上が入るところなので、ここ一番、先手あたりが弱くなってくるので、そこから割れてるというような形です。 Thank you.
誰でも落ちてきますんで、手を取ると。